北東には輝かしい時代がありました。かつて温泉線を走る汽車は新北東駅にたり、往来は流行の様相や優雅な和服に身を包んだ外来客であふれていました。多くの人々でにぎわう温泉街には湯屋を選んで入浴を楽しむ温泉客や、あちこちで極上の日本料理に舌鼓を打つ美食家たち、芸妓の技芸を楽しみその三味線の演奏に聞き惚れる仲間たちであふれていました。かつて温泉郷は浴衣に染みついた精巧の匂いのような深い人情で満ち溢れていました。がまだ生まれる前、一年中煙と霧が晴れることのない山の中にケタガラン族が住んでいました。彼らの巫女はパッタウと称し、長い間ここでケタガラン族を守ってきました。時代は移り変わり、今日の地名である北東となりました。北東もかつては特産豊かな場所でした。清朝から日本統治時代にかけて北東の四大特産はその名声を轟かせていました。清朝の幾栄川は苦心惨憺の末海を渡って台湾にたどり着き、ついには大東山区にて硫黄土を発見、台湾の硫黄採掘の歴史が幕を開けました。日本人の松本亀太郎は岸港の白磁堂をよりすぐり、洗練された技術を用いて北東焼きと呼ばれる台湾屈指の陶磁器を作りました。北東の川沿いの硫黄港には古くから力強く伸びるイグサの爽やかな香りが満ちていました。このイグサを畳に織り上げ、日本の皇室御用達の極上品となりました。霧岩山では霧岩石という良質な石材が採掘され、台北府城が設置された際は城壁の石材として用いられました。一時は日本や東南アジア一帯に輸出され、その名声を轟かせていました。北東の四大特産のほかにもう一つ語らねばならないことがあります。1905年日本人の地質学者岡本洋八郎は西高線の源泉である地獄谷の川下で鉱物のサンプルを取得しました。ある日、彼は写真の焼き付け作業中に尋常ならざる輝きを発見しました。その輝きは西高線で長年育まれた珍しい鉱物から放たれたものでした。1912年の国際鉱物会議で正式に北東石と名付けられました。北東石は地球上の4000種類以上に上る鉱物の中で唯一台湾の地名が付けられた鉱物です。北東の渓流はこれらの特産を育んできただけでなく、ある種の神秘的な力も持っていました。日本人の商人である平田源吾は台湾に来た後、病を患い長い間回復しませんでした。しかし北東の成功線が彼の病状を好転させたのです。この一件が彼の心を動かし、1896年北東渓流に台湾初の温泉旅館天狗庵を建設することを決意しました。聖光玉露は万物を包み、湯煙が立ち込めて桃源郷のよう。天面たる渓流はへその尾のごとく、形状の五郎は渓脈となり、四大仏山は一時名を馳せ、天使の珍宝が世界にとどろく。強い思いが湯屋を築き、北東の秘湯は人気を博した。少し自己紹介をしましょう。1910年、台北町長の井村大吉は北東を温泉郷とする構想を打ち出しました。招聘された総督府の建築技師森山松之助により私は設計され、1913年ついに独特の洋風建築として完成しました。私は東アジア最大の公共浴場として皆さんに便利で快適な入浴文化を提供することになったのです。その頃、老若男女問わず
多くの人々がここで入浴を楽しみました。私は皆さんに3つの療法を用意しております。1つ目は温泉の湯は朝昼晩と分けて楽しむことで3万6000もの毛穴が開き全身がすっきりします。2つ目は入浴後2階の和室の大広間に上がり横になって内輪で涼を取り冷たい飲み物を飲むと心身に染み入りとても涼しく心地よいです。3つ目は黄昏時に身を起こして向かった先の望楼の観覧から望む淡水の観音山が心を美しく愉快にさせることでしょう。私が生まれた後はさらに多くの温泉を愛する旅行客を迎えるべく温泉線と新北東駅が増設されました。以後北東の温泉旅館は羽後のタケノコのようにあちこちに林立し大いににぎわいました。夜になると各所から名士商人が連れ立ってやってきて芸妓の技芸を鑑賞し三味線の演奏に聞き惚れ日本料理に舌鼓を打つ北東独自の温泉文化はここに完成を見たのです。公共浴場の建設後誰もが温泉を心ゆくまで満喫し北端鉄道は四方を走り台湾風や和風の湯屋が朝のように密集して立ち並ぶ友と共に北東に集い長歌や原始酒を楽しむ芸妓が三味線で民謡を奏で席は来客であふれている。でも素晴らしい時間は長くは続かないもの。1945年、台湾の政局が移り変わるとかつての栄華は過ぎ去り私の名前も変わり様々な目的に使用されました。そのような中でも私の周りでは温泉旅館が依然としてにぎわい夜な夜な歌声が響きとてもにぎやかでした。1979年に入ると北東の特殊な職業は法律によって強制的に閉店させられ北東の温泉産業も深刻な打撃を受けそれとともに温泉街の名声も廃れていきました。私自身の惨めな状況も人々を悲嘆させたものです。秋も更け月影は暗く冷たい風が吹く北東の濃厚な精香の香りも徐々に薄らいでいきました。目の前には見るも絶えない汚水とゴミの山川面に浮かぶ自身の影を見ては私はいつも心の中でこうつぶやいていました。この先まだ希望はあるのだろうか。北東温泉街の明かりも消え晩秋の愛花は低いため息のようだ。座席は炭となり屋根瓦は崩れて湯煙は乱れ蔦が茂り一人考えに浸る。成功の軽水は荒れ果て北東の極みはまた帰らず敬虔な祈りは奇跡を待ち望み見せかけの花を捨て永続を求める。1994年北東国民小学校の教師と児童が修学旅行中に朽ち果てた私を発見しました。そして彼らは純粋に真心を込めて請願書を書きました。これらの思いに感動した北東の有識者たちや北東の住民たちは自発的に八通り人協会を組織し子どもたちの希望を実現するために絶え間なく政府に陳情・請願を行いました。また地域の努力により事態を好転させました。私は取り壊しの危機を逃れることになり新たな機会を得ることになったのです。私は北東温泉博物館として新しい身分を得て台湾初の官民共同で経営する博物館の手本となりました。北東の人々は私を生まれ変わらせてくれただけでなく同時にある計画を思いつきました。その計画は私が北東全体を牽引し共に素晴らしい未来へ歩んでいくことを期待したものでした。北東で最も貴重な発見を保護するために北東系の整備と
北東石の再生を始めたのです。北東の最も素晴らしい理想を保存するために、みんなで荒れ果てた草木に隠れた戸籍を探し出しました。北東の生態の再生のために、北東生活環境博物園区の理念が掲げられ、人々の生活の質がより一層高まることが期待されました。私は失神なく尽くしてくれるボランティアの皆さんに感謝しなければなりませんね。彼らは苦労を厭わず、思いやりを持って私を守ってくれています。いつでも世界各地からやってきた参観者たちに、最も優雅で最も素晴らしい姿の私を見せてくれています。北東の大人や子どもたち、そして各地からやってきた友人たちは、私の知らなかった新しくて心地よいライフスタイルを教えてくれます。私はまた北東の文化活動の重要な推進施設としても利用されています。音楽やダンスで北東の人々を集め、北東の温かい心と無限の活力を伝えていくのです。多様な文化芸術活動により、北東文化のより素晴らしい思考を生み出すことを願っています。官民合営で生態豊かな素晴らしい園区を作った初めてのケースとなり、北東を守ることを使命とし、文化の推進を新たな契機となす。芸術文化の舞台として新たな活力を生み出し、歌とダンスで心と体を楽しませる。月金が再び北東の歌を奏で、子どもも大人も皆喜ぶ。私の再生は北東の人々の心の声です。そして再び北東の人々の誇りと新たな物語の出発点となるのです。過去には恵まれた時代もあれば、不遇な時代もあった。私たちには選ぶ自由がなかった。しかし素晴らしい時代は自分たちの手で作り出さなければならないのです。